日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 YouTube でよく某クイズチャンネルの動画を見てます。よく見てるというか全部見てます。案内人の M です。 YouTube でクイズのチャンネルもテレビ番組のクイズ番組もあまり見ません。カメラマンダブルです。はい、ということで久しぶりですね、ダブルさん。この YouTube チャンネル、日産 YouTube チャンネルのクイズコーナーです。今日は、はい、で今日はですね、ダブルさんと事前に打ち合わせをしまして、お互い5問ずつ問題を作ってきました。ダブルさん、はい、今回は問題の出来はどうですか？はい、助っ人がいまして、すごく元営業マンの方に手伝っていただきながら問題を作ったので、ためになるクイズになってるのかなと思います。私が提案したんですよ。ダブルさん一人だとちょっと出題心配だから一緒にクイズを作ってこいって、ね、はい、そしたら強力な助っ人を準備してきたんですね、はい、多分私よりもクオリティの高い出題になってくるんじゃないかなと思うので、先に私からスタートさせてもらいたいと思います。で今回ですね、出題は、まあ、いつも通り何の車種かを当てていただくんですけれども、日産自動車のホームページの中から、まあ、各車種についてですね、ウェブカタログございますので、そこの一部分のスクリーンショットを切り抜いたものを見せてもらって、何の車か当てるというものです。まあ、見てもらう方が早いかなと思うんですが、出題範囲はですね、この日産のホームページの中、そして、ホームページにですね、主要諸元表、いろんな数字の書いてある表ですね、これもありますので、そこからも出していいですよという話をしてあります。まあ、まずはですね、はい、私から出題していきたいと思いますので、ダブルさんよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まあ、私からの出題そんなに難しくないんじゃないかなと思っているんですが、なんとなく、簡単な問題から順番に難しくしていこうかなと思って作っておりますので、はい、よろしくお願いしますね。はい、はい、それでは早速いきましょう。第1問、この車は何でしょうか？ででん。ああ、見たことある気がする。見たことありますよね、絶対。はい、今日出題しているの、ダブルさん絶対見たことある車からしか出題してませんので、はい、はい、あ、でも分かったかもしれないです。分かりました、まあ、この1問目ですからね。はい、この中の CC って感じの、カクカクの感じは、はいはい、え、もう答え言っちゃっていいですか？じゃあもう聞きましょうね。答えをお願いします、はい、エクストレイルです。エクストレイル、はい、はい、正解はこちらの車、正解です。エクストレイル、おお、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ダブルさん言ってくれました通り、この、まあ、C 型のテールランプですね。で日産ですとこのエクストレイル、そして実はキックスのテールランプもちょっと似た感じにはなってるんですが、はい、1問目ということでキックスとエクストレイル迷った時のために、実は私、はい、端っこの方に、左端に L だけ残しておきました。本当だ、優しい、はい、私の優しさが感じられる出題だったんじゃないかなと思います。ということでこちらの車、日産エクストレイルでした。1問目はまず大丈夫だろうなと思って私も出題しましたので、はい、よかったです。はい、では2問目いきましょうか、はい、ご視聴いただいている方もだんだん難しくなっていくかもしれません、はい、では2問目はこちらです。はい、元気よくはいといただきましたが、はい、これももう分かっちゃいました、もしかして。これも分かっちゃいました。分かっちゃいました。ちなみにポイントはどこだったでしょう？このフロントシールド。フロントシールドと言っている時点で、はい、もうこの車がどんな車か分かってますね。じゃあ答えを聞きましょう。サクラ。日産サクラ。はい、はい、正解はこちらの車。はい、ウェブページのここから持ってまいりました。この車です。日産サクラ。ダブルさんが言ってくれた通りですね、はい、このフロントシールドというのがポイントになってくる車です、はい、ちなみにこれ並べておいてますけど、ダブルさんが見せられた画像はどっちでしたか？なんかボコボコしてた気がするので、
はい、X の方かな。そうです、日産サクラ、まあ、電気自動車リーフやそしてアリア、こちらもですねフロントグリルと言わないんですね、シールドと言って穴が開いていない、モーターで走行します、エンジンがついていないのでエンジンルームを冷やす必要がありませんので、ここ穴開いてないんですね。でサクラに関してはここに書いてある通り X グレードと G グレードでこのシールドのデザインがちょっと変わるんです。ダマルさんに出題したこちらは、まあ、ボコボコと段差がついているということで X グレード、 G グレードになるとここにクリアブラックと書いてある通り、こうデザインとしてはボコボコと入ってラインが入ってるように見えるんですが、表面はツルッとしてクリアがついている、そういうデザインになっております。これ並べて、比べている動画も公開しておりますのでぜひご覧ください。ダブルさん2問連続で正解です、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。次もじゃあこの調子で正解をしていっていただきたいと思います。3問目、こちらの車です。おお、はい、なるほど。これも、日産自動車のウェブページから画像をスクリーンショットしてまいりました。あ、ここのフォグランプの形からして、はい、結構大きい感じの車なんじゃないかなって思ってます。なるほど、なるほど、はい、そうですね、結構フォグランプ周り印象的な形をしておりますので、もう何の車種かだいたい見当つきましたね、もしかして。分かったかもしれないです。分かったかもしれない。ダブルさん的なポイントはこのフォグランプと、フォグランプとちょろっと見えるグリルのところがなんかなるほどでかそうっていうなるほど、そうですね、グリルの感じもちょっとでかそうに。あ、ダブルさん結構鋭く見てきますね。はい、もっと絞っていけばよかったかなってちょっと思ってきてますダブルさんに優しい出題をしてしまいました。はい、はい、では答えを聞きます。この車何ですか？セレナです。セレナ、はい、はい、正解はこちらの車、はい、正解です、日産セレナ。あ、すごいな、私ダムルさんの成長を感じ取ってます確かに、はい、ちなみにですね、私としてはこうちょっとミスリードを狙ったのが雪道の上を走ってるような画像を使いましたので、はい、セレナと雪道ってあんまり結びつかないかなと思って迷うかなとちょっと思ったんですけれども騙されませんでしたね。はい、はい、ちなみにポイントとしてはですね、ダムルさんが言ってくれましたこのフォグランプ周りのデザインと、あとタイヤの後ろ側ですね、こちらハイウェイスターグレードということで、ここにこう特徴的な、アンダースカートがサイドシルプロテクターと正式には言うかもしれません、このボディのサイドに入ったエアロパーツの部分が、まあ、セレナの特徴的なポイントかなと思います。はい、はい、3問連続正解。ダブルさん、はい、この調子でいくとなんかいけそうですね。いけちゃうかもしれないです、うん、なんかダブルさんの成長を私も感じてますので、はい、ちょっと今回なんでしょう、出題難度すごい低かったなと自分でも後悔してます。もっと難しい問題を出せばよかったです、はい、まあ、まだ3問目ですからね、次いきます。はい、はい、4問目、この車は何でしょうか？はー、なるほど。あえて赤く塗りつぶしている部分がございます。あー、なるほど、あ、でもこれはあれですね、はい、メーターのところが、お、はいはい、こう液晶じゃないからノートとかではないなっていうのは、あー、確かにそうですね、わかります。現行型の新しいノート、液晶メーターになってますからね。いや、わかんないですよ、はい、これ実は液晶っていう線もあるかもしれないですねなるほど、でもこれだけじゃな、なんだろうな、うーん、難しい、これすごい難しい。これはですね、私の出題の意図を汲み取ってもらうとわかる問題かもしれません。あ、絶対にダブルさんも知ってる車です。ここが隠されてるからエンブレムで分かっちゃうかもしれないってことですよね。かもしれませんね。それだと、何が、なんだろう、どれだ、
ってどこのメーターでしょ。全然わかんないな、ま、あ本当ですか。ではそろそろでも一車種言ってもらいましょうか、はいはい、答えを聞きます。あのすごく勘ですけど、はい、デイズです。デイズですね。はい、はい、では答えを見ていただきましょう。こちらの車です、はい、ちょっとわかんない。そういうことか。はい、だからわざとエンブレム隠してるってところまでダブルさん到達してくれたのに、なんでデイズなんですか。ここにデイズだったら日産のマークが入ってるに決まってるじゃないですか。そうか、そういうことか、はい、そうですよ。ここにエンブレムが、隠さなきゃいけないようなエンブレムがついているのは GTR ぐらいなんです。なるほど。いや、なんかあのエンブレムがデザイン変わる前のやつとか、あーなるほどなるほど、っていうことなのかなって思っちゃいました。いや残念ながら GTR もまさかデイズと間違えられるとは思ってなかったでしょう。はい、というわけで4問目こちらの車でした。日産 GTR です。ということで全問正解惜しくも逃しましたが、最後、はい、次が最後の問題です。はい、ではこの車何でしょうか。出た、もうこれだけでいいです。え、66kW。 そうなんです、ダブルさんやっぱ成長感じます。これだけ見てキロワットアワーって読めるんですから確かにです。読めるようになりました。電気自動車でしょ。本当ですか。え怖い。え、多分あれですよね、バッテリー の, あの容量ってことですよね。あ、なるほど、そうきますか。え、違うんですか。66キロ、なんかすごいいっぱい聞いたことある数字かもしれない。最近聞いた気がするから、はい、絶対にリーフかアリアです。なるほどなるほど。じゃあダブルさんの中では2択に絞られたということですね。はい、でもアリア、そんななんかもうちょっと膨大な数字かな。すごい、66kWh の B6 のとかってなんかすごい言ってた気がするから。あーはははは、じゃあ答えを聞きましょう。あ、アリアです。アリアですね。本当ですね、はい、リーフじゃなくていいんですか、はい、アリアです。2回目桜来るかもしれないですよ。いや、多分アリアです。はい、では答えをご覧いただきましょう。こちらの車、日産アリアの主要書面と書いてありますね、はい、はい、ということで日産アリアです。はい、ダブルさん言ってくれた通りですね、はい、こちらに B6 というグレードの主要書面見ていただいております。バッテリーの容量が 66kWh、 はい、はい、もうダブルさんの本当に言った通りなんです。あのバッテリーサイズ 66kWh の B6 が、現在世の中に生まれているアリアなんですね。今ですね、まだまだ私たちも B6 の肉のモデルしか動画にすることできていないんですが、 B9 そして E-Force のアリア届きましたら必ず動画で皆様にお届けしますのでお楽しみに。ということでダブルさんの成長を感じられる5問でした。はい、ちょっと GTR がですね、かなり対極的な車を選んでいただいてましたけども、それ以外5問中4問正解ですからね。はい、100点満点中80点です。なかなかじゃないでしょうか。いや、本当に私自身も自分の成長を感じております。感じられましたよね、はい、いや、これは私も負けてられませんね。はい、ということで後半戦では今度はダブルさんが強力な仲間と共に作ってきたというクイズ、はいはい、出題していただきたいと思います。はい、こちらはですねまた明日の動画にさせてもらいたいなと思いますので皆様お楽しみに。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンで
応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。